どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パワテラです。というわけで、現時点で今週は新車の追加確認取れていません。もうこのパターン、なんとなく分かってきました。ということで、新車両今週ないんですけれども、今週はイベントなどが追加されています。では、今週のレジェンダリー割引なんですが、これなんと1台だけなんですが、ジェスターレトロというね、まあ、スープラ風の車両ですね。もうこれが、割引となってますので、ぜひワイルドスピードみたいなカスタムを作るとか、またはめちゃめちゃスピードできるバグっていうのもね、まだできるようなので、ぜひ、お金ある方は購入してみてください。では今週は、ウォーストックの、航空機とか戦闘機、そのあたりがね、結構割引きていまして、で、結構あります。で、格納庫を持っていないと所有できないものもあったりしますので、ぜひね、格納庫今週割引になってます。ハンター、そしてボンブーシュカ、モロトク、トゥーラ、まあ、ハンターあたりがね、一番手を出しやすいね、航空機、ヘリかなと思います。で、それ以外にですね、今週、普通の、この航空機の方ですね、こちらも割引になっていて、コナダ。まあ、お金に余裕がある人が買った方がいいかなと。で、これ、ルクソールデラックスとか、スウィフトあたりは、正直もったいないので、どうしても欲しいよ、お金が余ってるよっていう人だけ、購入してみてください。まあ、あまり機能とかね、そういうのはね、めちゃくちゃいいとかじゃないので、これは贅沢を、まあ、表現するための航空機かなと。で、今週は格納庫とそのカスタムが割引となってますので、格納庫、例えば、ザンクード基地のところに購入すると、手配度がつかなくなります。また今週は、このようにカスタムが割引になってますけれども、上の4つぐらいはですね、全部これ、飾りですので、まあ、つけるとしたらワークショップぐらいつけておくと、まあ、カスタム航空機できるようになりますので、まあ、ザンクード基地あたりに購入してて、ハイドも消せるようにして、で、このワークショップをつけるといいんじゃないかなっていうぐらいですね。ログインボーナスでちょっと変わったね、マスクもらえるようになってます。では、スタイルのところがマスクで、左十字キーね、1回ぐらい押すと、このように、新しいやつ、オレンジのテックデーモンというのがもらえてますので、確認してみてください。または洋服屋とかでも一応確認できるかなとは思います。まあ、マスク屋かな。で、今週の LS 会場豪華景品は、このインフェナスレトロという車両なんですけれども、なかなか渋い車両でオレンジの車両になってます。この解除方法なんですけれども、比較的簡単な方で、レースの中でこの追跡シリーズは4人からなんですけれども、2人からできる方のストリートレースシリーズ、これを3日連続2位内ということなので、フレンドさんとか2人1組で3日間連続でね、1位でも2位でもどっちでもいいのでクリアしておくと、この車両は3日間連続クリアするともらえます。で、今週のテスト車両はこの3台となっていて、真ん中がジェスターレトロ、今週の割引の車両となっています。今週報酬2倍の敵対モードは陣取り合戦ってやつです。これ2人から8人の、敵対モードとなっています。で、今週のカジノ豪華景品なんですけれども、なかなかいいやつで、 BMW の i8 風の車両ですね、 SC1 という車両です。まあ、この車両なかなか高いやつなので、こうやって無料で手に入れられる期間はぜひね、ルーレットを回して当ててみてください。この車両おそらく100万超えしてたと思うんですけども、これ2ドアのところで右下の方ですね。で、SC1 っていうのが多分この辺りありました。はい、160万と結構高額なんでね、これは無料でもらっといた方がいいと思います。続いてラグジュアリーオートの展示なんですけれども、こちらはジェスター RR、そして全灯のとなっています。特にすごい変わったっていうところはないのかなと思います。今週のシミオンショップは、パッと見ダブスタ2があるように見えて、ノーマルのダブスタがあると。まあ、それ以外にも、まあ、特に変わった様子はないかなという感じの車両の並びとなっています。まあ、今週はね、航空機っていうのがテーマだと思いますので、まあ、それ以外にもね、CO のボスジョブが報酬2倍継続、そしてフライト訓練所、これ初心者さんにはぜひね、おすすめのやつですね、報酬2倍となっています。また、極秘空輸の売却が報酬2倍となっているようなので、まあ、後ほどまた案内もしていきたいと思います。では、今週始まった新イベント、ジャンクエナジースカイダイビングということで、アクティビティをこれ表示するんですけど、マップアイコンオプションからアクティビティ、で、下のところに行くと、
このジャンクエナジーが表示になってると思います。なってない人は表示にしてください。そうするとマップ上にパラシュートのアイコンで J というマークが出ているものが10箇所あります。まあこれどこでもいいんですけれども、まずこれ1回はチャレンジしてください。で普通にゴール地点に着地するだけでいいです。そうすると今回のジャンクエナジーというイベントのパラシュートバッグが必ずもらえますので、1回やるだけでいいのでぜひやってみてください。さらにですね、このチャレンジなんですけれども、まあ、1回初めてやった時だと失敗しやすいと思うんですが、これ普通にパラシューティングと一緒で右十字キーで開始で、スカイダイビングの、ね、中でフリーフォールそのまま落っこっちゃった状態でやるのかなと思いきや、これ実はパラシュート開くパターンだったので、必ずジャンプしたら、まあ、早めにねパラシュートは拾いといた方がいいかなと思います。パラシュートの操作は左のスティックだけでもできるんですけれども、 L1 ボタンとか R1 ボタンで調整できます。なのでこのように輪っかのところ1個でも逃しちゃうとゴールドでクリアすることができません。これでもね一応最後着地さえしてしまえば、1個クリアしたことになりますので、これでパラシュートバッグはもらえます。失敗してもいいので1回はクリアで、ジャンクエナジーのパラシュートバッグをもらっといてください。これで今解除という風になりました。これは自分がパラシュートを持っている状態、例えばオプレッサーマーク2とか使用バザードとか乗ったことある状態でないとパラシュートバッグ表示できませんので、例えばオプレッサーマーク2に乗るとこのようにパラシュートをオンにするとその中からバッグを変えることができます。これでジャンクエナジーですね。またはですね、武器屋のところにも行ってパラシュートバッグ確認してみてください。まあ、この中で必ずね解除できていることを確認取れると思います。まず右十字キーで話しかけ、左上のところパラシュートのバッグですね、一番下、これが1回クリアでもらえます。そしてパラシュート、要は開いた時に開くやつですね。その、パラシュートも解除できるということで、これは10箇所をゴールドクリアで、ジャンクエナジーのパラシュートが解除となっています。早い人だとこのアップデートが配信されてもう1時間ぐらいとかで、まあ、クリアできたので、そんなに激ムズではないと思うんですけど、パラシュートがどうしても苦手だなっていう人は無理にやんなくてもいいかなっていう感じかなと思います。中にはこのデルペロのところのパラシュートのね、イベントなんですけど、水色の輪っかが出ていて、あれこれどうやってやんのと思いきや、これ三角ボタンでパラシュートを切り離してフリーフォール落っこちた状態で通過する、そしてまたパラシュートを開いて黄色の輪っかはパラシュートの状態で通過するっていう風になってましたので、まあこれね初めてやった場合失敗する可能性あります。で四角長押しでリスタートができます。ではもう一度チャレンジ。最初はパラシュート開いた状態で黄色の輪っかを取っていきます。で逃しそうで危ないなっていう時は L1、R1 ボタンを長押しとかね同乗するといいです。三角で切り離してまた、×ボタン決定でパラシュートを開く、これ PS5 の操作の説明ですね。このような感じでパラシュートを切り離すっていうところも稀にありますので、このあたりは注意しながら、あとはですね、あんまりにも L1 と R1 ボタンを両方押してスピードをねつけない状態でいるとタイムが一応ありますので、これがね時間内にクリアできなくなる可能性あります。スピードつけられるとこはつけて、最後の着地だけ L1、R1 で慎重にやって、パラシュートが他の障害物に当たらないように、こけた状態にならないようにちゃんと着地してください。というわけで今週のアップデート、新車両ないんですけれどもイベントが追加されました。また新たな情報とか GTA プラスの部分とか公式発表の方は後ほど案内しますので、そちらの方も参考にしてください。最後までご視聴どうもありがとうございます。
up。